ヒメアリクイは、有毛目、ヒメアリクイかヒメアリクイ族に分類される、哺乳類。エクアドル、ガイアナ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ョウギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ南部も式産地は単に、南アメリカとされているが、スリナムとされる。エルサルバドルでは、 記録がない。体長16から2 2センチメートお尾長16から2 5センチメートル、体重0.3から 0.5kg。ム。尾長は体長よりも長い。尾は物に巻きつけることができ、樹上での生活に適している。背面の体色は黄色や灰色など。興奮は他のアリクイ類の構成種に比べると短い。目は他のアリクイ科の構成種に比べると、 相対的には大型。外耳は小型。前肢の第2.3肢では湾曲した2本の大きな爪が発達する。前肢の第1.45肢は大化し、外観からはわからない。種商名ディダクトラスは2つ指ののい俗名サイクロプスは円形の足、丸い足のい甲子の足裏にくぼみがあり、そこに爪を折り返すことで物をつかむことができる。 代謝能力は低く、体温は摂氏33度、以下の分類は MSW3 ヘイソニアルに従う。2017年に標本の比較、ミトコンドリア DNA の分子系統解析から、アッシュとされていた C カテラス C ドーサリス C アイダを独立種とし C トーマシー C ルーファス C ザーンゲンシスを新種記載 その説に従えば本種は以下の7種に分割される。標高1500メートル以下にある熱帯林や多湿林、マングローブ林、虹林などに生息する。樹上性。夜行性。主にダリコデギニアか、カンピノタス属、クリーマタガスター属、ファイドル属、プロクリプトサースサダミメックス属、ソレノプシス属、ザックリプトサース属などのアギ類を食べる。 ついたちあたり700から5000匹のアリ類を食べる。飼育下では、甲虫や果実などを食べることもある。数分間の休憩を挟み数時間捕食を行う。繁殖様式は耐性一回に一頭の幼獣を産む。幼獣は親が吐き戻したアリを食べて育つ。幼獣は母親の背中に捕まって過ごすが、母親が再食中は、 気道などに置いていかれることもある。森林伐採による生息地の破壊やペット用の採集による影響は懸念されているものの分布域が広く絶滅の危険性は低いと考えられている。ありがとうございます。